そうなの。けど残念だったわね。私たちはそんなの持ってな。どうしてわかったんだ？俺たちが牙の流石を持ってるって。素直だな、ツナマン。星はいかがです？品質高級以上のお宝。ゲットしました。やった！オッケーっすね。さーて、行くか。流石はどこだろう、探しに行くブ。パスカル島へ行きます。とりあえず一旦シルフヤ A 地に行きますか。はい、行きます。またね。なんかさ、さっきのお姉さんの移動するやつ、なんか空速弾なんちゃらかんちゃらみたいなの書いてあったよね。あれってもしかしてそういうこと？え、あれってもしかしてそういうことかな？違う？わからん。わからんよ。とりあえず。とりあえず行こうじゃないか。ん？なんか、あるな。いいよ。ザバダン、敵単体に水属性の小ダメージを与える弾。違うよ、上がらせてくれよ。いいよ。で、ここに、ここです。あ、私がどこ行ったってことじゃないか。ここに入りたいんだけども、え、メタルスライムおるやん。やっつけよう。ほら。周りがめちゃくちゃ寝よるのにさ、メタルスライムだけなんか警戒して起きとるよ。やっつけようぜ、やっつけようぜ。え、なんかすごい、危険そうな感じ？てかレベル高い？いや、高かないか。どこにいるの？やっつけたんかと思った。待って、逃げないで。お願いなので逃げないで。やっつけさせて。お、いける！おっしゃ、いったー。メタルスライムスカウトにも成功したよ。ふぅ。何？ランドのレベルが上がったの？あ、こっちから行ける感じかな。あー、行けそうだね。これ足場になっとるってことやろ、多分。上がらせろよ。あ、ジャンプ。いいよ。で、多分ここからポンポンポンっていける。ああおい、ちゃんとしてよ。これは、あ、びっくりした。クエスト、お宝いただき、つばいた草原島、時間切れでできなくなってしまったようだ。お、クエスト、メタル発見、スナック火山島、時間切れでできなくなってしまったようだ。そっすか。なんかイベント起きたんかと思ったよ。届かないよ。嘘、しかもどこなんだよ、ここ。え、滝の向こう側にランドがいる。ここ入れる？いや、別に。あ、でもこっち、近いね。足場があるね。よしよしよし。いいね。頼んだぜ。いいよ。この滝の中からやったら、結構スッスッスッと。よし。え、ここは一体どこですか？入ってきたはいいんやけどさ、これがあれか、洞窟の中か。ふんふんふん。これ見たやつやっけ。石碑には何やら古めかしい文字が刻まれている。しかし前には読むことができなかった。アネモア王女が言ってた石碑だね。僕なら読めるから読んであげるブ。ファドラは宝の在りかを目に浮かべる力を持ちし、竜の大地の民はその力を受け継いだ。
竜の魂に選ばれし者にはその力の恩恵が与えられるだろう。あ、これあれな、まだ読んでなかった石碑ってこと？なるほどなるほど。これはもうビッグハットコイン。あれ絶対、え、ここはもうあれですか、あの石碑があるだけって感じですか、もしかして。いや、まあ石碑は石碑で大事なんだけどもだけども、あの違うんすよ、私は。でも多分向こう側とかないよね。え、以上、牧場ソルト以上か。絶対なんかいけると思ったのにな、違ったあの思った感じじゃなかった。一旦駅に戻って、あのお姉さんにさ、あの空賊団のとこに連れてってもらうように言おうかなね。え、そしたらさ、あれじゃない、自分で移動することなく下に行けるんじゃない、多分あのリフトとかに乗って仮想に行けるような気がする。え、多分これ仮想に来たのでは？だってほら、マークにちゃんと色がついてる。なんか不穏な音が。どこなんだ？これは壁の向こう側ってことかな？ここからぐるっと回っていけるかな？びっくりした。でも今はね、あの、たまたま見つけたとかならあれやけど、お宝よりも、いいよ。抜けられる場所を探したいんすよ。いや、トレジャーズなんやけどね。ドラクエトレジャーズなんですけど、いいよ。ん？なんかここ入れる。何この道は。あ、でもなんか合ってるんじゃないか、なんか合ってるっぽい感じ。あ、合ってんな、これ。多分あっち87とかの方が、まあ、メインクエってことやろう。で、こっちはなんか地図の場所に行ってみようのやつよね、きっと。落ちない方がいいですねおそらく落ちない方が。こっち、おー、びっくり。いや、これはちょっと避けさせていただいて、たどり着けそう。よしよしよし。まあでもあれやんね、たまたまとはいえ、アネモア王女の依頼はクリア1個できてよかったね。あれか、ツナマンとベニーシャおるやん。ちょっとついでにバルーンのもう聞いてほしいんですけど、この場所じゃないんやろうな。なんだお前ら、どこかで見た顔じゃないか。そういや、野津さんのてっぺんで見たっけか。お宝を取りに来た奥様たちだよな。空っぽの宝箱を開けて驚いたりしてめっちゃ面白かったぜ。それで私たちに何か用かい。あれよね、一番最初のやつよね。もちろん牙の流石を取り返しに来たんだぶ。めっちゃ驚いとるやん。そうなの。けど残念だったわね。私たちはそんなの持ってな。どうしてわかったんだ？俺たちが牙の流石を持ってるって。素直だな、ツナマン。バカ。せっかくごまかそうとしたのに、なんでバラしちゃうのよ。へえ。なんでずっと、ツナマンはここにいられるんだい？憎めないキャラだからかい？私たちからお宝を奪おうなんて面白いじゃないか。綺麗だよな、このお宝。なんだか不思議な力を感じるよ。気に入っちまったから、ギンギーラ様に頼んで私が預からせてもらったんだが、売られた喧嘩を買わないってのは、ギンギーラ空賊団の流儀に反するってもんだ。いいだろう。私たちに勝てたら、この牙に流石をくれてやろうじゃないか。大丈夫？破門されない？
メレリン様ったらやる気ね。私たちも本気を出しちゃうわよ。ちょっと強そうな人たちしかいないんですけど。ペラペラ。メレリン様のチームに入れてもらった恩を返す良いチャンスというわけですな。ギガ。はてな、名前はまだわからないのかこいつは。なんだい。ギーガー、腹が減ってるって？お、名前わかった、ギーガー。この戦いが終わったらうまいもん食わせてやるから気張ってくれよ。あ、そういうこと、私らを食べるわけではないのね。さて、お子様たちがどんな戦いを見せてくれるか楽しませてもらおうか。ギーガー。ね、ちょっともうビジュアル的に強すぎん？頑張ろうぜ。とりあえず間違えた。いやー、とりあえずあの1回分ロモン技が溜まってるから。あ、でも結構効くな。ね、だいぶ効くな。特に思ったよりベニーシャがめちゃくちゃ。よっしゃ、いけい。キングブリザード。よし、これでベニーシャはいけた。さあ、ん？ツナマンは？やっつけたの？お、あとギーガーだけじゃないか。ねえ、さっきギーガーっていう名前をちゃんと教えてもらったのにさ、普通にギガンテスとしか書かれてないんですけど、ちゃんと名前で書いてあげてよ。かわいそうじゃないか、名前があるのに。お、ロマンゲージ溜まった。待って、いけ。いけいけ。再びハイパーブラスター。待って、気絶してる間にちょっとこっち復活させるね。よし、オッケー。さあさあ、やっつけようぜ。気絶してる時にどこ攻撃すればいいんかな。一応ちゃんと弱点があるってことかな。え、あの胸の傷口とか。あ、やだな、傷口えぐられるの。恐ろしいな。ありがとう、回復助かる。そこ危険じゃない？ほら、ほら危険だよ。待って、こっちに来るよ。えい、危ねえ危ねえ。じゃない、同じ方向。ちょっと来ないでくれ。私は今からラ、あー、 MP がないよー。え、怖い、今の避けれたんや。あとちょっと、あとちょっと。そう、その飛び技いいよ。おっしゃ、つけたんじゃない。やったー、びっくりした、まだかと思った。ふぅ、生意気なお子様と思ってたが、なかなかどうしてやるじゃないか。私のギーガーをここまで追い詰めるなんて立派なもんだよ。私のギーガー、ポケモン的な感じ。俺たちには無理でした。ツナマン、なんかいつの間にこうランクなっとったけど、誰がいつやっつけたんだ。屈辱だわ、私がこんな目に遭うなんて。さて、ニャゴスがいなくなって困ってたところを拾ってやったのに使えねえな、お前ら。クビな。ごめんね。仲間になるかい？私は空賊だが、約束を破ったりしない。牙の流石はくれてやるよ。それはそれであなたがクビにならないかい？ギンギラから。受け取りな。どうも。やったね。牙の流石を手に入れた。ふぅ。だが、そいつはギンギーラ様に後で返すはずだったものだ。牙の流石を失ったのを知ったら、ギンギーラ様がどうするか問題ね。いや、あんたの処遇もだよ。せいぜい気をつけるといいさ。え、怖い怖い怖い。
え、そういう、え、首なんじゃなかったの？一緒に連れてったよ。そんな煙幕的な感じの使い方なんよね。牙の隆起、牙の形をした不思議な石、すべてを貫く強い力を感じる。ふぅ。これでとりあえず、え、みんな、あ、復活してるね、ランドも。あとその辺にある番号は？これが地図の印。仲間のロマンは、仲間のロマン技？アギトの森の葉に乗る箱。これ、言ったやつ？この辺りにあるってことか。じゃあさ、せっかくここにおるんやけんさ、ちょっとついでに探しに行こうや。あれか。あの葉っぱの上ってこと？どうやって行くんすか、あれ。え、ジャックと豆の木的な感じ？このメタルハンドって、経験値良かったかな？そうでもない？良かったんかな？とりあえずレベル上がったわ。イエーイ。ジャックと豆の木的な感じで普通に上がれます？よじ登り。見た目的にはそんな感じなんやけど。あ、これ気流で、気流でしか登っていけないみたいなこと言ったっけ、そういえば。なるほど、なるほど。ここっすね。あ、よかった。上からひょいって入れたんやね。行こう。飛んでけ飛んでけ。あれや、宝箱あったー。火落ちたー。ねえ、回復して。ねえねえクラウン、もしかしてマジックポイントがない？見えない、わからん。自分で回復するか。ありがとう。もっと早く回復してよ。とりあえず上がりまーす。あったあったあった。この辺か？よし。青色の箱がある。しかし鍵がかかっているようだ。持っている青の鍵が合いそうだ。青の鍵を使って青い箱を開けてみますか。はい。あ、あそこにバルーンがあるな。あれも割ろう。てか、葉っぱ強すぎん？前は青の鍵を取り出し、青い箱の鍵穴に差し込んで回した。なんと、青い箱が開いた。箱の中には青色の石板が入っていた。石板に何か書いてあるけど、僕には読めないみたいだブ。トンブーにも読めないの？この石板はもらっといた方が良さそうだブ。青の石板。宝箱から見つけた青色の石板。見たことのない不思議な文字が書かれている。で、ほらほら、あれよっ。 OK。 さあ、じゃあとりあえずもうここは以上かな。じゃあ一応見渡して、バルーンがないか。なさそうね。よし、帰ろうぜ。まあお宝も手に入ったし。どう？刃？レジェンド！ちょっと偽物と並べてくれんとよくわからない。でもきっと本物ってことよね、おそらく。よし、来た、刃の鎧。あ、でも、どうなんやろ。さっきの刃の鎧はもっとくねくねしとった？刃。全身に鋭い刃をもとった危険な鎧。おぉ、562万やって、やば。562万5千。天下一品。すごくない？今回の冒険でさ、ちゃんとした刃の鎧と偽物の刃の鎧両方揃ったんですけど。面白いね。はい、そして今回レジェンド2つ持って帰ったよ。素晴らしいね。牙の隆起。
ふわ3750万。え、待って待って待って、ファントム海賊団がお宝を奪いに来る、やめてよ。いや、ビアンカの像、それよりもっといいものを持って帰ったのに。ビアンカの像、ファントム海盗団から守った。これでまたさらに価値が上がったよ。もっと狙いに来られるな。おそらく。さあどう？もうあれじゃない？派遣から帰ってきて。蜜は蜜。よく来たな。派遣だな。戻っているぞ。とりあえずここや。蜜蜜蜜。蜜が2、3個ぐらいいる。成功だ。お宝ダンジョン発見。え、待って、蜜なかったやん。ふざけんなよ、おい。ふざけんなよ、おい。え、蜜だけを楽しみに送り出したのに。ただいま。何やってんだ。お、大成功。なになに？怪しい紳士のブロマイド。それを取った人の方が怪しいけどな。218,000。ではリラックスしてください。そして私に体を委ねて、と聞こえてきそうなスキルマスターのブロマイド。成功だ。すげえな、あんなお宝があるんよね。まあなんかカードバトル用のカードとかがあったりするけん、ブロマイドとかもあるのか。くっそー、蜜が欲しいんだよ私は。蜜が75。あれ、もしかして蜜じゃなくてブドウエキスやったっけ。いいのか。はい、出発。出発だ。なんか見た目的にあんな感じやったような気がするぞ。行き先はどこだ。蜜じゃないな多分。ブドウエキスか。え、わからん。わからん。はい、セナック火山島。いいのか。まあでもどっちにしろ足りてないよね。どっちもゲットしてないもんね。行き先はどこだ。んで、こっちがテーリア氷雪島。出発だ。一丁行ってみるか。まあ一応誰かスカウトというか団に入れれるかどうかを見ておこう。行き先はどこだ。全部低いんですけど。めっちゃ低いんですけど。いいのか。出発だ。一丁行ってみるか。行ってらっしゃい。どんな用だ。なんか誰か他にもスカウトもしたよね。新しいことがありそうですよ。加入希望者。ほらほら、なんか2人増えとる増えとる。ダメだな。全然ダメだな。なんでコータなんやろ。名前名前の由来気になるよね。なんか硬い手はわかる、メタルンもわかる、シャレコっていうのはシャレ神戸ってこと。メタラスもわかる。ふーちゃんかわいい。風に乗って飛ぶけんってことかな。よし、ほい。ということで、こっちを背にした方が綺麗な感じがする。もうちょっとあれか、全体が見えた方が綺麗よね。この辺やな。あー、いいいい、このアスレチック感、アスレチックテーマパーク。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。さあ、ってことで、キバの流石も手に入って、あと何個だ、あと 1,2 個ぐらい、もっとあったかな。わからん。でもわざわざね、最初のストーリー上で
なんか強奪されていった牙の竜石を取り返したぐらいやけん、もう終盤なんかなって感じがするけど、なんか色のついた鍵の鍵がかかっとる宝箱もうあと2つあるっぽいし、気になるけど行きづらい場所にあるんよね。うわー、でも探したい